始まったかな始まったかなはい。ちょっとトラブルがあったようですけども、おはようございます。1月24日朝5時30分の私の速歌塾隠居 TV ライブでございます。前置き長くなりましたね。今回はですね、ちょっと出版のご案内をさせていただこうかと思うんですよ。まあ出版のご案内といっても、私の本ではありません。私は今までね、何冊か本を出してきてるんですけども、今回はね、即歌塾の塾生さんの出版のお話でございます。 え皆さんはね、皆さんはですよ、こう聞いてどう思います ?50 歳を過ぎてシングルマザー、2児の母。経験なし、資格なし、パソコンはオンチ。そしてですね、難病とうつ病で寝たきり状態。時代にももちろんついていけてない。ですので、もちろん YouTube も暗号通貨もわからないと。まあこういうふうな状況。皆さんの中で、 こういった状況以上に不利な方っていらっしゃいますかねこれなかなかいないんじゃないかなと思います。まあ私もね、こう、幸の比較をしたいわけじゃないんですけども、現実、こういった状態の方っていうのは、もう打つ手がないっていうふうに感じちゃう方もいるんじゃないかなと思うんですよ。でもね、わからないなりに挑戦しても、多くの方は投資詐欺に巻き込まれたり、自分の力量を超えたオンラインサロンに入ってしまったり、 良かれと思った選択の結果が、かえって状況を悪化させて、借金も増えて行き詰まっちゃう。まあ、それに加えて将来が不安。まさに救いがなしと。いうふうな、こんなね、形を想像しちゃうと思うんですよ。で、実際そういう方って多いと思うんですよね。こんな、まあ、冒頭で申し上げたようなデメリットが多数ある中で、もうどうしようもないじゃないか。っていうふうに考えちゃう。 そんなところじゃないかなと思うんですよ。でも今回紹介する方は、出版される方はね、そんな最悪な状況の中でも、スタートして2ヶ月で17万売り上げて、もちろんこれ原価はかかってないんですけどね。えそしてですね、2月3日に出版が決まりました。多くの人を心から救い、後継者として、後に続く人がもう生まれ始めてるってことなんですよ。いかがですかね ちょっと冒頭でお話した、ああ、端的に言うと、状況の悪い方でも、持てる力をしっかり使えば、まあ、成功がつかめるってことなんですよね。まさに、最悪の状況だからこそ最善を尽くす。これを忘れなかったからじゃないかなと思うんですよ。重ねて申し上げますけども、スキルも資格も経験も知識もない状態です。その自分自身を使い切って、成果を上げることができるってこと。これをね、 私たちに見せてくれたんじゃないかなと思います。多くの方が陥るように、ああ、あれがあればなとかね。これがなかったらなとか。こういうたらればじゃないんですよ。手持ちのカードを使うことの大切さ。これを教えてくれる良い例が今回の出版だと思うんですよね。その方はどなたかというと、まあ皆さんも薄々感じづいてると思いますけども、岡井理子さんなんですよ。今月の何日でしたっけね。 えーっと、7日ですね。1月7日、エリコさんとズーム対談をさせていただいたときには、非常にね、もうその変化ぶりというか実績にびっくりした方も多かったと思います。私もその一人なんですけども、スタートしてね、1ヶ月、2ヶ月で結果が出る手応えがあるっていうのはなかなかないんですよ。私のおすすめする YouTube でも、やっぱりね、数ヶ月、場合によっては1年、 かけていかないと見えない部分があったりします。それでもビジネスとして成功するんだったら早いと思うんですよ。でも、今回、あの、岡井理子さんは、初めて2ヶ月でね、こういった大きな売り上げを出したり、で、売り上げの向こうには、救われた方がたくさんいるってことですからね。そのサービスによって、問題を解決して、もう一歩も二歩でも進めるようになった方がいる。実際に誰かの世の中のお役に立てて、その一つの結果として、報酬が、 バックされたっていう話ですからね。ただ売り上げがすごいでしょうって話じゃないんですよ。この17万の向こうには、多くのお支払いをしてくださった心から良かったと思える人がいるってことなんですよね。いや、私もね、これね、今回の出版の原稿を少し見せていただいて感動しましたね。うん、これはね、一人でも多くの方に手に取っていただきたいですし、少なくとも、まあ、そっか塾の熟成は全部見ろと言いたいですね。もう全員見てくださいも、もうこれは。こう見ずに、 うまくいきませんとか言わないでほしいですね。それぞれ置かれた状況は違います。でもその置かれた状況でやるしかないわけですよ。ね。あれがない、これがない。もちろんそうでしょでも、あれがない、これがないだけでも全部ないんでしょうか。何か残ってますよね。その残ったものをしっかりと使うこと。うん、例えば今回お話しする岡井理子さんの例ですけども、難病とうつ病をね、やっぱこう抱えてらっしゃって、 それでいて暮らしは金銭的に余裕があったりとか何かの余力があるってことではありません。逆にですね、二人のお子さんを、育ち盛りのお子さんを養っておられるシングルマザーの方ですよ。離婚をして心理的にも不安があるでしょう。心の支えが欲しいなと思うこともあったでしょう。でも、あるものを使って最大限の結果を出して、その一つが今回の売り上げとかね、出版っていうものになるわけなんですよ。 いや、ぜひね、多くの方は、このエリコさん以上に、まだ残されてるものが多いんじゃないかなと思うんですよ。家族がいらっしゃったりとかね、仕事があったりとか、収入源があったりとか、いろんなバックボーンの中で、頑張れないかなってことなんですよね。うん、すごく私も感動しましたねえ。ぜひね、今回のことっていうのは、あの、皆さんに、出版に、 こう関わっていただきたいなと、出版物を読んでいただきたいなと思います。またね、出版2月3日の予定ですけども、この節分というね、一つの節目に、この出版に触れることによって、あなたの節目にしてほしいなと思うわけなんですよね。はい。じゃあ2月3日に、また出版きますんで、その前後にね、また改めてお伝えしたいと思います。これからもね、大川恵理子さんの出版につきまして、そして、 どんな活動してるかにおきましては、私の方からも随時お話していきたいと思います。もうこれからね、もうずっとですよ。今年中ずっとお話したいと思いますし、来年も再来年もずっとね、えりこさんが、もう本当に幸せになる過程、いろんな夢をつかむ過程をどんどんレポートしていきたいですね。こうやってね、うん、なんか、うまくいく人の紹介って本当にね、嬉しいんですよ。なんかね、 失敗例をお話しして、そっから、こうやったらいいよ、あったらああやったらいいよっていうふな、まあコンサル形式の今までの動画とかね、解説とかもいいんですけども、いや、こんなにうまくいった人がいるんですよっていうふうなね、希望を多くの人に持っていきたいなと思いますね。はい。じゃあ一旦コメントを読ませさせていただいて、その後ではね、あの、まあ私、ずっと YouTube のお話してるんですけども、あの、YouTube についてちょっとまたお話したいと思いますね。はい。えっ、ー、と、愛川さんおはようございます。 相川さんいかがですか、ね、相川さんとの対談ってのは、えっ、ー、と、いつだったかなちょっとずいぶん懐かしいことになりましたよね。相川さん4日でしたよね、確かね、うん。4日に相川さんと対談させていただいて、エリコさんはそれからすぐ7日だったと思います。まあ、どちらも多くの視聴者さんに見ていただきましたが、あのー、18日もね、清美さんとありまして、清美さんもオーダーが、 あれからどんどん入ってるみたいですね。うん、で、今度25日と31日でしょ、うん。やっぱりね、こう、もう私の影響、私のライブ放送対談の影響も確かにあるっていうふうに自画自賛したいところですけども、私だけではないですからね。実際に、その対談に出ていただいた方が何をして何をしたいかってことがはっきり視聴者さんに伝わると、こういった明確な反応があるってこと だと思うんですよ。これはね、今までもう変わらないです。これからも多分変わらないと思います。まあですんで、自分がどっちの方向に向かっているのかってことをね、しっかりとお伝えすることと、それは視聴者さんに伝えることも大事なんですけども、自分自身で確認することも大事なんですよ。一体自分の人生はどこに向かおうとしてるんですかって、何をしたいんですかってことが分からない限りは、協力や共感は得られないですからね。で、今回2月3日の出版をしますってことで、また一つの方向性をエリコさんが示してくださったときに、 だったら読みますよ。だったら買いますよって人が出てくるわけじゃないですか。でも何をしてるかわからない人に、まあ、多くの人は答えようがないですからね。ですね、明確に自分の歩く道を示すこと、大事になってきます。えいこさん、おはようございます。いや、こちらこそ取り上げさせていただきます。ありがとうございます。あいさちゃんもどうもおはようございます。あいさちゃん、調子はどうですか良くなりましたか <laughs> まだまだね、ちょっとこう。 痛みもあると思いますけども、うん、今日も夜が明けました。寒い朝だと思いますけども、なんかね、暖かく過ごしたいですね。実は昨日ね、広島雨が降ってたんですよ、私の住まい。で、いつもウォーキングを日課としてたんで、雨が降ったらね、多くの方がやらないんですけども、私は傘をさしてね、ウォーキングしたんですよ。5000歩ぐらいですけどもね、あの、20分ほど歩いてきて、そうするとね、 あの、まん延防止の影響からウォーキングしてる途中に31日まで、今月の31日まで閉めますよって店がブワーっとあるわけなんですよ。ただでさえ飲食店の少ない私の街で、残り少ない飲食店が全部閉めちゃってるんで、まあ外食がね、なかなかないなっていうのと同時に、外食をする店舗がなくなるってことは、そこに出荷してる卸とか業者さんとか、あの、食材加工販売店の方もかなり困ると思うんですよ。 もちろん、原料を取ってらっしゃる第一次産業の方も、出荷先がなくなってね、困っちゃうんじゃないかなと思うんですよ。このぐらい、今回の、なんかね、報道っていうのは、庶民の暮らしを痛めつけてるんですよ。私はね、本当にね、思うんですけども、今、第三次世界大戦の真っただ中だなと。しかもそこでは、火薬やロケットを使うような大戦ではなくてね、 目に見えないけど効果絶大な権力ってものと、その権力に従うしかない一般人とのこの戦い、世界中の権力者と世界中の一般国民との戦いになってきたかなと思いますね。で、権力者っていうのは一般人を寝台しにしちゃうと、まあいわゆる搾取する対象がいなくなりますんで、適度に痛めつけてるってところなんじゃないかなと思うんですよ。まあその中で、 一般人の中でも、這い上がってくる人は、権力者は仲間にしようと思うわけですよね。で、まあ私たち一般人の中でも、這い上がって力をつけた人に関しましては、やっぱり自分の力で一人前になったんだから、みんなも頑張れよみたいな、要するに自己責任ですから、自己責任論者になるわけですよね。あの、どちらかというと、人っていうのは自分が苦しい状況にいたから、出世してうまくいって、成功しても、 初心を忘れずにね、いや、まだ苦しい暮らしの方がいらっしゃるから、何かそういう人たちにできないだろうかっていうふうに、貢献心を残してくれればいいんですけども、包容力とかね。多くの方は、いや、自分は自力でやったんだからさ、みんなも自力でやれよ。頑張れよ。できるよ。努力次第だよってなっちゃうんですよ。ここが私がね、大きく、すごくね、嫌な考え方で、あの、すぐにね、自分には何の才能もなかったけども、努力で成功したんですって人は言いたがるんですよ。つまりは、 自分の力ってすごいでしょ自分の努力ってすごいでしょっていうふうな自己投資につながるんですよで。私は逆で、謙虚になればなるほど、いや、私は才能なんですよ。と努力全く正解してこなかったんですよ。と本当に、ウフラのように、ふら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 っとしてたら、自分の持って生まれた神様から与えられた才能でここまで来ましたっていう方が、なんか謙虚のような気がするんですけどね。どうですかねいや、才能も何にもないですよ。と全く何もない状態から努力一本で来たんですって言った方が謙虚なんですかね。 ちょっと、ね、迷うところなんですけど皆さんのねお考えも聞かせて頂ければと思いますけどもどうなんですかね自力でやった次女の精神が謙虚なのかそれともいや皆さんから与えられた力ですよっていう,うにね思った方が謙虚なのか私はねあの持ち前の体力と前向きさっていうものはもともと与えられていたんで自分がね地平道を吐いて這い上がったわけではないですよっていつもね考えてるんですけどもね はい。えっ、ー、と、あやさちゃん。久保さんと対談のお話、ずいぶん前からありましたが、流れています。私が一体何をしたらよいかわからいので、原因なんですよね。あ、あやさちゃんはね、この前対談をお願いしようかと思ったのは、まだ私覚えてますよ。それはね、あの、生活保護に関して情報発信をよくされていたんで、その時に私も、去年だったかな、生活保護をなんとかね、もっともっと時給金額を上げたいなと、私37万っていうのを、 生活保護は適正金額だと思ってるんですよ。ただ37万でもかける12すると、日本人の平均年収には当たらないんで、私平均年収ぐらい430万ぐらいでしたっけね。生活保護の方であろうとも、最低限の文化的な暮らしをね、維持するためには、430万でもカツカツだっていう風に言ってるわけじゃないですか。給料もらってる人が。じゃあ、はっきり言って生活保護費430万でも足りないですよねっていう風に、一貫してると思うんですけども、なぜかね、 生活保護にあんまりお金与えちゃうと、真面目に働いてる人たちがバカバカしいみたいな理論になるわけですよ。だからそういう人たちってのはお金のためだけに働いてるんでほっとけばいいかと私は思うんですよね。で仕事ってお金ももらえるけども、そこで生まれたエピソードや人間関係や失敗談、成功談、感動などが、副次的にね、自分の人生を支えてくれると思うんですけども、仮に生活保護で毎月毎月お金が入ってます。年間で400万以上入ってます。でもそのお金を、 いただくために何の働くっていうエピソードがないとしたら、なんかそれでも不十分だと思うんですよ、私は。やっぱりね、職場に行っていろんな不都合はあるし、不満はあるけれども、でもみんなで協力して一つの成果を出してお客さんに喜ばれるって体験は、仕事をしてお金をもらってる人の特権なんじゃないかなと思うんですよ。だからそれがね、なんか仕事をしてるのがバカバカしくなるっていうのは、お客さんに対してどう思ってるのかなと私は思っちゃうんですよね。 なんか仕事するって、自分に対しての学びであり、すごくね、お得な経験だと思うんですけどもね。うん、どうですかね。まあこういうことをね、いろいろと話し合ったりとか、実際生活保護に入るとこんな大変なことがありますよと。で、こんな惨めな目にも合いますよ、みたいなのをどう対談でね、話し合ったりとかできればなと思ったんですよ。当然私生活保護を受給した経験がないですから、 生活を受けて早く抜け出したいというふうに本当に思いましたみたいなところ、いくつかのポイントと、生活を抜け出せないような、ああ、仕組みとかね、ああいったものが対談できればなと思ったんですけどね。まだ他にもちょっとね、いろいろとお話し,したいことがあったんで、またね、あイさはちゃん、改めてね、この日程組みましょうよ。よろしかったら。私はね、いつでもね、あイさはちゃんとね、対談ができればなと思ってるんですよ。えっ、ー、とね、2月の半ばくらいまでちょっと埋まっちゃってるんで、その後になるかもしれませんけど、最短でも。でも、あイさはちゃんとね、またね、 あの、なんですかね、差しでお話しするところっていうのは多分ね、見たい方も多いと思いますんで、ね。<laughs> はい、えり、ー、こ、えー、さん、即可塾の皆様には無料で、えー、お渡しできるように考えています。ああ、ありがとうございます。でもなんかね、あのー、無料よりも有料の方が喜ぶような気もしますね。あ、じゃあこうしましょう。一応無料でお渡しするんだけども、でも、なんかカンパもお願いしますみたいな。 どうですかね、まあ、ちょっと考えていきましょうね。えー、あいさあちゃん。昨日は朝ライブ配信に来ていただきました。ありがとうございました。はい。あいさあちゃんのね、ライブね、あの、いつもそうなんですけども、ずっとトーク続くんですよ。で、聞き入っちゃうし、離脱するタイミングがあんまりないんで、あいさあちゃん、昨日私ね、ライブ聞きながら、お買い物して家事やってたんですよ。ですからコメントがそんなに出せなかったんですけども、あの、ワイヤレスイヤホンをね、耳に入れたまんま、運転したり、買い物したり、 お料理したりね <laughs>。で、洗濯したりとかしながら、楽しく家事ができました。あのー、んで、ちょっとしたタイミングでスマートフォンを取り出してコメントちょっと書いたりとかね。いやー、楽しかったなー。はい。あやさあちゃん、ありがとうございます。えりこさん。あやさあちゃんの対談聞きたいです。おー、えりこさんもそう思いますか <laughs> でしょはい。あやさあちゃん。侵略は生かさず殺さず。戦争は長すぎたら損失が大きく。短すぎたらダメージを与えない。そう。 そうなんですよ。長すぎたら損失が大きくて短すぎたらダメージが足らないんで、程よいところで終わっていく。だからね、それがね、大体今までの例で言うと、4年とか5年らしいですよね。だから今回の、うん、感染症騒動も2年が過ぎましたんで、あと2年ぐらいで、こう、ピークアウトさせていくっていうのがシナリオかなと思いますけど実際はもうちょっと早いかもしれないですね。え、あやさちゃん、おっかさん、何がやりたいかとに、と、何かを使いたいかってコンテンツがないんですよ。まあそれもね、 徐々に考えていきましょう。えー、ノクさん、おはようございます。<laughs> えー、戦争ね、メディアを抑えているのが武力ですね。そうそうそう。そんな長い時間聞いてくださったんですか恐縮です。はい。ずっと聞いてました。なんかね、あの、最後の、じゃあもうかなり長い間お話ししましたんで、残りのコメントを読んで終わっていこうかと思います。みたいなところで私は終了したんですよ。だから残りのコメントの多分数分はお付き合いできてなかったんですけども、 ほぼ97%、98%ご一緒できたと思います。めちゃくちゃ楽しかったですね。なんかね、きっと、あの、昨日視聴者さん、たくさんの方に、20、30、数十名の方がいらっしゃったと思いますけども、きっとね、あの、午前中、例えば、そうですね、お昼ご飯までの時間って、あの、お忙しい方ももちろんいると思いますけども、ちょっとね、こう、一人になる時間を持っちゃう方も、 いるんじゃないかなと思うんですよ。まあそういう方に、挨拶さちゃんの声っていうの届きやすいんじゃないかなと思うんですよね。いや私もね、なんかね、午前中、昨日ね、えー、奥さん、ちょっとね、あのー、早起きして、二度寝をしたっていうかね、朝の支度をした後、またね、寝室に困っちゃったんで、うん、あ、こっからちょっと、大和君とくんと二人で、午前中過ごすことになりそうだなと思ったんで、大和とくんと一緒に、外出したり、おもちゃ遊んだりとか、買い物行ったりとかね、様々しながらやってましたね。 昨日はね、ヤマト君がね、スーパーのね、あの、カートに乗るのを拒んだんで、もう、抱えたままこうやって片手で買い物しましたよ。で、片手で会計したり、片手で袋詰めしたりとかね。で、片手でこういうふうにやってると、まあ、こっちのね、腕の体力があってよかったなと、ヤマト君って15キロぐらいなんで、私は30キロぐらいまでだったら持てるんですよ。あの、1時間ぐらいだったらね。だから15キロのヤマト君だったら多少暴れても、2、3時間は全然減っちゃって片手で持てるんですけども、体力があってよかったなと思うと同時に、 あの、片手でいろんな作業をずっとね、洗濯から袋詰めとかしてるとね、あと、片手でこう、お料理とかもしてると、あ、世の中には、片腕しかない人もいるな、と思ったときにあ、もしかしたらなんとかやれるかもしれない。うん、だから、片腕がないことをね、嘆いてばっかりじゃなくて、じゃあ片手で何ができるかなっていうふうに考えたときに、いろいろできることに気づくんじゃないかなっていうのが頭にちょっと浮かんだのと同時に、あの、今回ね、エリコさんが出版されたときに、 いろんなね、スキルがあったり、経験があったりっていうところではなくて、パソコンのスキルが高かったりとか、資格があったりっていうのではなくて、結構ね、あの、不利な条件を抱えてらっしゃって、それでもね、その不利な条件に負けずに、できることを最大限やったら、できちゃったみたいなところが、学びや励みになったなと思いましてね。今回の出版も多くの人に勇気やきっかけを与えられるんじゃないかなと思いまして、もうね、力を込めて、ね、応援していこうかと思ったわけなんですよ。これはね、 岡井子さん個人の,その成功にとどまらずに、多くの人のちょっと鬱屈した気持ちとかね、自分にはだめかもしれないなって思う人に、いや、50過ぎても60過ぎても、一花咲かせましょうよ、一旗あげましょうよみたいな、そんなきっかけ作りになるんじゃないかなと思いまして、しかもね、節分の日に出版ということで、なんかね、本当に人生の節目になるんじゃないかなと、多くの方がいろいろといいですね <laughs>。素晴らしいと思います。 言うことないですよ、もう本当に。えりこさんの活動、私自身にもね、ものすごく学びになります。ありがとうございます。お、きよみさん、キャー間に合った。きよみさん、牡蠣がね、一晩でなくなりました。あれだけの牡蠣が。もう私もね、かなり食べちゃいました。で、私の奥さん、牡蠣そんなに好きじゃないんですけども、バクバク食べてましたね。なんか、一瞬で好きになっちゃったんじゃないですかね。 ま、でも本当ありがとうございます。あれだけのね、たくさんのカキいただいて、誠に恐縮ですよ、本当。たこ焼きもしっかり食べましたしね。本当にあの、あれですね、人形焼き、ミニケーキ、ベビーカステラも、ヤマトくん、ホクホク食べてね、ヤマトくんの食欲はボリュームアップしました。まあ、確かにこれから3歳に向かいますからね。体重も増えて20キロ目指すと思いますし。いや、楽しいですね、ヤマトくん。うん、ありがとうございます。 はい、えっ、ー、と、ノクさん。おみちゃんは、今、5、6万人。<laughs> おみちゃんってあれでしょ。おみ先生じゃないですか、文化会の。<laughs> ごっちゃになっちゃいましたね。インフルは2019。213万。メディアは比較しない。わざと。おみちゃんは、無症状も入れた数字、うん。ここはね、私たちが冷静に分析して、騙されない精神持たないといけないですね。完全に踊らされちゃって、あの、例の、ね、注射。 あれもかなり有害ですからね。だから、たずが正解ですね、ねうたずが正解は、これ動かないと思います。多分ね、あの、後々これ訴訟になるんじゃないですか国民を騙して、あの、出来損ないのを注射を打たしたことは。あまりこれ言うとね、またアカウントがさらに1週間停止になってもいけないんで。はい、あやさちゃん、カートに座るのが嫌がり始めましたか 自分でが始まるイ、ヤイヤ期突入はい。結構イ、ヤイヤきですね。頼もしいですね。だから、こういうイ、ヤイヤきってのも、学習して知っておけば、大きく構えていられるんですけども、この、育児や保育ってものを知らないとね、なんか最近うちの子がこうなのみたいな感じで、カーッとなるんでしょうね。それで、バチンと叩いてみたりとか、覚え出して、同活してみたりとかになって、子供を萎縮させるような教育になっちゃうんですけども、あ なるほど、こういう時期来たなと、よしよしみたいな感じだとかね、それに備えた時間配分や生活スタイルとか、そして体力とか精神力を持っておけば、なんてことないなと今は思ってますね。だから、すべてのことに言えると思いますけども、あの事前の予備知識があることによってあの、想定外をなくすことができるんですよね。子育ても多分そうじゃないかなと思うんですよ。私もおかげさまで、あの介護の仕事を通じて、 育児や保育ってものを学んできたところがかなり今生きてるなと思いますし、あの、こういったらね、本当にね、多くの方にね、ダメージを与えるかもしれないけども、はっきり言いますけども、私ね、社員を抱えて人材育成してたんですよ。ね、分別のある20代、30代の、場合によっては40代の社員ですよ。そういう人たちに日本語で教育しても、まあ言うこと聞かないんですよ。理解力ないのかなと思いますけどね。で、こういった言葉が通じる、 人に対しても教育ってうまくいかないときに、言葉も通じないし、経験もない、1歳とか2歳とか3歳とかに、教育って難しいのは当たり前だと思うんですけども、でもね、あの、ある程度社会に出た人に対しての教育よりはむちゃくちゃ楽ですよ。もうね、悪意を持って逆らってるのか、それとも、まだ幼いから吸収できないのか、ところで全然違いますからね。私はだからね、 あの、社会人を育てるよりも、ちっちゃな子供を育てる方が楽ですね。<laughs> 私はね。<laughs> まあ,あ、ちょっとね、何回も言いますけども、これ、あの、すべての女性をね、蔑視してるわけじゃないんですけども、私はね、お付き合いする女性で苦労してきたんで、それに比べたら子育てはもう、ね、お茶の子さんさいですよね。<laughs> まあ、これは女性から見ると、男性で苦労してきたからみたいな言い方にもなると思うんですんで、痛み分けでございます。<laughs> 私の女性のね、なんか付き合い方が下手だったのかもしれませんけどね。はい。えっ、ー、と、ノクさん。あ、わざと。そう、わざと。えー、エリコさん。きっかけはっか塾です。っていうことですよね。はい。関係おじさん、おはようございます。関係おじさんも再生数ね、結構伸びてるのありますよね。で、関係の発表もありましたね、なんかね。点数の発表も。拝見してますよ。えっ、ー、と、清宮さん。すごいわー。夏季なら春まであります。わー、<laughs> すごいなもう、牡蠣ね、一家みんなで大好きですからね。で、牡蠣が、あの、ベイファームっていう道の駅で、1000円で詰め放題みたいなのに結構並んでたんですけども、あれも最近ないんですよね。うん。今年も多分ないんじゃないかなと思います。牡蠣小屋とかもね、尾道に行って、すごく楽しませてもらった覚えがあるんですけども、あの、その時にね、牡蠣の大粒ってのを選ぶと結構高いんですけども、その大粒レベルのが結構ね、 きよみさんからいただいた牡蠣にいっぱい入ってて、もうみんなでお喜びで、もうプリプリホクホクでね、なんか、みんなでね、ニヤニヤしちゃってね。で、うちの兄は、あの、生姜焼きとかを作ってそれでね、これもまたうまかった。ほんとに。いや、牡蠣、ほんといいですね、今の時期ね。はい。ありがとうございます。えー、っと、あやさちゃん、ノクさん、彼女さんからのバレンタインチョコが楽しみな季節になってきましたね。 ああ、いいですね。私もね、奥さんからね、チョコもらえないかな、うん。ちょっとなんかね、どっかにいいのがあったんですけどね。チョコチョコ。ないかなはい。まあいいや。チョコ欲しいな、僕もな。<laughs> えっと、どこかな清美さん、お帰りちゃん、節分の日に本が出るのぜひ購入したいわ。はい。ぜひ、お読みいただいて、 あの、レビューをね、たくさんみんなで書けるといいですね。あ、そうだ。えりこさんどうですかね本をプレゼントする方は、本のレビューを書いてください、みたいなの本のレビューを書く人にはプレゼントしますよ、みたいなのとかね。評価つけてくれる人には、プレゼントしますよとか。その、書籍の紹介を動画とかブログでしてくださる方には、もう差し上げます、みたいな、ね。 そんなキャンペーンとかあったらどうかなと思います。まあ分かりませんけど、私が勝手なもとす。すみません。<laughs> 別にあの、有料でも全然ね、あの売れると思いますんでね。まあ有料で出してください。えっ、ー、と、関係おじさん、子供はあっという間に大きくなりますよね。大人は大きくならないですね。これに逆に言うとね。大人って見た目も大きくならないし、気持ちはどんどんね、ちっちゃくなるし、みたいなね。せっこくなる大人は多いというね。私を筆頭に。<laughs> えっと、ノクさん、バレンタインデー。 来月待ってば、あやさちゃん。ああ。はい。バレンタインだよね。まあ、商業戦略とは言っても、チョコレートをあげるのも、もらうのも嬉しいもんですよ。あやさちゃん、ええー、の奥さん、ラブルビージできてますかうん <laughs>、どうでしょうか。お、松潤さん、ご無沙汰でございます。本日から15分の短いライブをやっていきますが、水曜日はお休みになります。あ、じゃあ、6時からまたされますじゃあ、そろそろですね。 じゃあ短いライブが始まるということなんで、私の放送もうすぐ終わりますんで、松潤さんにね、これからみんなで移動しましょう。はい。松潤さんも、なんか、YouTube を通じて新しい出会いや新しいコミュニティが作れてるみたいなんで、私もね、非常に意義深いなと思います。うーんと、あいさちゃん、松潤さんめっちゃ久しぶりと。同じ東京にいてもなかなか会えないもんですね。<laughs> インターネット上でこうやってね、お会いできてるの本当は嬉しいですよね。 えー、ノクさん、いろいろありますから、アウトもらった時もありますから、回復しましたが、ツーアウト、あと一回です、違ウと。ノ <laughs> クさんの場合は、ファイブアウトぐらいまでは、まだ頼るんじゃないですか。うん。はい、あやさちゃん、ノクさん、いつでも辛口アドバイスしますよ。大事なのはね、日高さん見てますかあなたですよ、日高さん。<laughs> 日高さん、もうね、アウトから逃げてもね、人生から逃げれませんから。どうせなら、好きな女の子と、 振られるまで一緒に言いましょうよ。ね、振られるのが一日であっても、50年であっても、いつかは、いつかは別れが来るんですよね。愛し合って別れる例もあるし、いろいろとお互いの道を考え直す時もあるし、入り口でダメな時もありますしね。それぞれ相手の人が自分を正当に評価した結果、いれるのかいられないかっていう部分もありますし、運命や状況が そうさせることもありますしね。出会ったことが勘違いであることもあるし、別れたことが勇みやしだったりもありますんで。こればかりはね、将来振り返った時にどう思うかってことは今の時点では分からないもんです。覚悟して決断していきましょう。はい、じゃあ松潤さん、準備をお願いします。あやさちゃん、久しぶり。はい、ありがとうございます。と、あります。 平賀さん参加してね、待ってます。はい。<laughs> そうですね。じゃあ、松潤さんの方に移動しましょう。私の、お放送は以上でございます。じゃあ、なんとなくロスタイムをしながら、私も松潤さんの方に行きますね。えー、今日のロスタイムはね、何にしようかな。目の前にこれがあるんで、やっぱり銀河湯伝説にしましょうか。これ前、紹介しましたよね。ということで、つまんないと思うんで、あの、コロスキンの紹介しましょうか。コロスキンこれ何かっていうとね、 接着剤型治療薬なんですよ。あの、冬になると指先がちょっとひびやりしたりとかして痛いじゃないですか。で、これをね、塗るとね、これ、1分ぐらいで固まるんですよ。固まりつつ、絆創膏こうみたいになるんですよ。透明絆創膏こう。だからね、あの、こっから出血もしないし、痛くもないし、それでガードしてくれるんですよ。だからすごくいい、蝉代みたいな効果で薬用なんですよ。殺す菌。殺す、菌を殺すって書いて殺す菌ですね。 ちょっともうだいぶ使ってるんですけども、冬のお供ですよ、これ。薬局、ドラッグストアでお求めください。指先にね、こうやって赤切れしちゃったりとかしたりところに塗ると、ちょっとピリッとするんですけども、でもすぐ固まってね、指先が上手に使えるようになります。パソコン作業とかね、する方とか、あと楽器を弾く方ね、これ必須品ですよ。私も、ね、ギター弾いてる時からこれ、利用させてもらってます。ん高くない。高くないですよ。500円か1000円くらい。 そう。水走行版です。染みるやつ。ちょっと染みるんですよ。でも手放せません、これがね。冬になったら私、これもう、もう大絶版。大絶版ってんの意味がわかんないですね。大絶賛ですね。<laughs> じゃあ、松潤さん、後でお会いしましょう。いってらっしゃい。